コーチェラ・バレー・ミュージック・アーツ・フェスティバルは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州インディオの砂漠地帯、コーチェラ・バレーにて行われている、野外音楽フェスティバルである。正式名称は、コーチェラ・バレー・ミュージック・アーツ・フェスティバルだが、一般的には、コーチェラ・フェスティバル、あるいは単に、コーチェラと、簡略化されて故障される。 1993年にパールジャムが行ったインディオでの大規模野外ライブを前進としてその工業ノウハウを整えた運営組織がアメリカ西海岸のロックフェスとして1999年に開催をスタートさせる当初は2日間の開催であったが2007年より3日間開催に移行さらに2012年より金、ド 日のラインナップを固定して行う2週間開催に拡大した。現在その開催規模はロラパルーザ、ボナルーと並びアメリカ最大を誇り今や世界屈指の音楽フェスとして認知される。上記ボナルーや英国のグラストンベリー、日本のフジロックと同様に大自然の中で開催される巨大フェスティバルである。開催時期が 毎年4月中旬頃に定められている関係から、他に先んじて一足早く北半球を中心とした、世界のフェスシーズン幕開けの先陣を切る存在であり、その後本格的に到来する各地のフェスブッキングや、ョバンドミュージシャンたちの書きツアーのスケジュールを占う、上でも、非常に注目されるフェスティバルでもあると言われる。コーチエラのアウトドアシアターコーチエラは、 たフェスに先んじて、サプライズの多いブッキングを行うことで、毎年話題を呼ぶ。第2回の2001年、主要アクトとしての出演が内定していた、エーフェックスツインが、急遽キャンセルを発表した際には、同じワープレコーズから、スクエアプッシャーを、すぐさま追加昇平し、その素早い対応ぶりを見せつけた。ザ・キュアート、レディオヘッドの協力夫人を揃えた2004年に、 初めてのソールドアウトを達成、すでに完売していたチケットがさらに天井知らずの高騰を見せた2006年はデッペッシュモードとマドンナという二大巨頭を一度に同じロックフェスにエントリーさせたことで大きな話題となった。プリンスによるヘッドライナーパフォーマンス2008年当初二日目はポーティスヘッドがヘッドライナーとしてアナウンスされていたが実は順。 ヘッドライナーであると明かし、開催の2週間前になって、突如プリンスを真のヘッドライナーとして発表、世界中の音楽ファンやメディアに大きな衝撃を与えた。この際に、プリンスには出演料として500万ドルが支払われたと報道されている。2000年代は、2度のヘッドライナーを務めたザ・キュアーをはじめ、 ニューウェーブ世代の大御所が起用されることが多く、アメリカのフェスではあるものの英国出身の、いわゆる、ロックレジェンドを、数多く出演させてきた実績のほか、アート・オブ・ノイズや、クラフトワークまで古今東西のダンスミュージックに明るく、他方で、JZ を先頭にパブリック・エナミーや、ゴースト・フェイス、キラなど、ヒップホップ勢のヘッドラインにも強さを発揮した。2010年は、 アイスランド南部で起きた火山噴火の影響で約6000行の航空機の欠航の被害を受けゲイリー・ニューマンやバッドルーテナントザ・クリブスなど渡航不可により急遽出演キャンセルを余儀なくされたアーティストが発生した2010年代はインディーロック中心のラインナップから徐々にダンスミュージックやヒップホップポップアクトへと比重を傾けていくまた客層は 純然たる音楽ファンからセレブカルチャーやインフルエンサーを好む層へと変化していった。その結果、コーチェラフェスティバル自体がポップカルチャーの中心地として巨大な存在になっていく。カニエ・ウエストによるヘッドライナーパフォーマンス2011年のカニエ・ウエストによるヘッドライナー公演は豪華なライブセットと演出が話題を呼び、ハリウッドリポーター氏は 史上最高のヒップホップライブだったと報じた。2018年のビヨンセによるヘッドライナー公演は広範囲にわたって賞賛を受けメディアの多くに歴史的な賞だったと報道された。翌年ビヨンセは同公演を収めたコンサート映画とライブアルバムを発表した。なお開催数ヶ月前に偽物のラインナップで作られたポスターが インターネット上に流出するのが毎年の恒例になっている。ありがとうございます。